どうもこんばんは、シャンクです。今日はですね、私が使っているゼノディアボルス撃滅戦の EX オート周回という編成をご紹介したいと思います。アビポチも面倒いということで、オートボタンポチッと押すだけで楽なので使っている感じですね。でメインジョブがですね、カオスルーダーになっているんですけれども、こちらは、オメガ剣を使っていることと、あと視点陣が持てることということで使っております。なので、EX アビリティは何も積んでおりません。でメンバーに関してはソーンが通常攻撃が全体なので編成しているのと、あとアルベールが必ず連続攻撃をするというサポートアビリティを持っているので入れております。でルシオに関してなんですけども、こちらはですね、経過ターンに応じて自分の光属性の攻撃力が上がるということと、あと被ダメージがなければ毎ターン連続攻撃確率が上がるということで編成しています。で召喚石に関してもですね、自分のステータスが高いものから入れていて、あとは スターを入れてる感じぐらいですね。でこの編成でですね、だいたいオートウォッチで、1分半かかるかかからないかぐらいで回れるので、何かしながらポチッと押すだけで、終わってくれるので楽なので今回ご紹介しようと思います。それでは戦闘画面を見ていただいて終わっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録とよろしくお願いします。それではどうぞ。やりましたね。消え去るがいい。そこで滅びよ。そこだだまだだまだまだ一瞬で終わらせてやる。ライトニングストーム、パラダイスロスト、君のもとにある。